さん気づけば、セームシュートもなんかあっという間にランキングの中盤あたりまで上がってきた選手ですけれども、振り返ればセームシュートがいたって感じですけれども、まあ、そのセームシュートと今回このチャンピオンのガイメッツァが戦いますけれども、はい、これ高橋さん的にはどういう風なところを注目して、ガイがあの船木さんとやった時と同じような試合をするんであれば、うん、セームのやっぱ一撃一つの打撃があるんで、うん、どうなるんだろうっていう興味がありましたね。でどういう戦い方するのかチャンピオンが。確かにそうですよね、角谷さんね、記者の目から見てもやっぱり日本人選手が、まあ、高橋さんいらっしゃる前でもうちょっと恐縮ですけど、日本人選手が結構やつの簡単を膝には悩まされましたし、うん、そうなんですね、タックルに行こうとするところを狙ってるあの、うん、セームシュート、そして関節を取っても手を伸ばせばそこにはサードロープがあったっていうことですから、そうですよね。で、まあ、あのメッツァー選手もそれにものすごく気をつけてやったらしいんですけれども、例えばこういうふうにあの上に乗りますよね、うん、その上に乗った時にあの首をつかまれるんですよね、シュート選手にね、うんうんうん、でこれでもうスタミナをなくしてしまうんですよね、うん、これってのはやっぱ高橋さん、上からこうやって首を要するに首筋だけこうやって、はい、まあ、今は要するに腕でちゃんとこう自分の、ね、手元に引き寄せてますけれども、かなりやっぱり上になってても体力消耗するものなんですか、この抜けようと一生懸命力入れれば入れるほど疲れますよね。で僕はセームに出るときはああいうふうにやられたら脱力してナスのままにしてますけど、別にあれで痛めつけられてるわけでもないし、だこっちがあれに付き合って無理に引き離そうとすると疲れちゃいますけどね。だってどっちにしても手長すぎて抜けないんですもん。高橋さんがでもあれですよね、シュートとやったときにはやっぱり、はい、もう我々も非常に分かったのはとにかく打撃だったら打撃でいくっていう、あれだけの身長格差をもろともせず飛び込んでまずは打撃でいくっていうのは要するに戦術としては見えたんですけども、とりあえずは僕が前回の時はもうノックアウトするってことしか考えてなかったし、うん、もうこれからもそうですよ、セームとやるときはノックアウトしか狙わないですけどね、うん、これからは関節下手ですから、これうんって言われてもいや人それぞれやっぱファンクラシックの戦い方があるんだなと思って、大体順当に考えるとやっぱりあれだけの要するにこう何股下の長さがあるからやっぱりこうタックルが入りやすいかなって普通は最初は思うじゃないですか、やっぱりそこを逆に言うと彼はそれを武器にして自分の膝をクロスカウンターで出してくるし、だからこれはこうとありそうでだんだん昔あったんだけど、だんだんこのセームシュートの攻略するポイントっていうのがなんか浜の大魔神のフォークを打つような感じじゃないですか、なってきてるからこそ余計に打撃の方がみんなが使わないし、でやっぱあれだけの身長があれば顔にそんな当てた選手もいないと思うんですよね、だから顔に当てられたら僕が顔を攻めてた時明らかにびっくりした顔しましたから、だからそこがやっぱ付け根なんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、みんなこれからもっと立ち技磨いてセームとやるときはノックアウト狙い、僕のトレーナーもとりあえずセームの弱点っていうか見つけたんで、ノックアウトできるっていうふうに確信してますから、うまくコンビネーション作ってもらってやればできると思いますけど、この戦い見てもメッツァー選手っていうのはあのなかなか打撃っていうのはいかないですね、メッツァー選手を倒そうとそればかりがその意識の中にありますよね。福江さんご覧になってて両者の動きはどう映しますか。そうですね、前半はやっぱりガイメッツァーの方が押してましたけど、途中ちょっとやっぱりなんかこの辺の動きはね、やけに繊維ちょっとの膝は気持ちが長続きしてないでますよね。船木さん の, あのタイトルマッチの試合と今回と全然やっぱり違いますね。もうさっきの膝を受けた時点でちょっとメッツァーの目がですね白目になっちゃったっていうふうで後で言ってましたね、ヒロトレフリーが。ちょっと記憶が半分飛びかけてしまったってことなんでしょうね、で次当たったらもう止めなきゃいけないんじゃないかっていうふうになったらしいです。アウトサイブレイクアウトサイドアウトサイド、もうかなりのダメージですよね、すぐには立ってはいますけれども、このポーズが疲れてるポーズなんだよね、いつも。おー、
13分経過、残り時間2分、ラスト2ミニッツ、ラスト2ミニッツ、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ナイン、勝者、セブン・シルト。ご覧のように13分15秒、試合タイム13分15秒、ダッグアウトでセーブシルト選手の勝利です。まあガイメッツァは最後まで俺はダウンじゃないんだということを言ってましたけどもね、ちょっとインタビュー聞いてみましょうか。 Well, I wasn't, you know, I mean, I wasn't hurt, you know what I mean? I stood up, I was fine, I told the referee I was fineYou know, I said I didn't raise my hands, but I'm going to go, hey, man, I'm fine, you know, because I didn't even want him to give me the count. You know, you get hit here, you know, I was going in for a shot. I get hit going in for the shot. Of course I'm going to go down, you know, from that, but that's not because I was hurt, you know what I mean? It's because my motion's going down, you know what I mean? I'm going for the legs, I get hit. I'm very disappointed, you know. I hate to lose. I hate to lose, especially when it was something like this. I know the referee is there for my safety, but you know, I was all right, and I feel very disappointed. I was very tired. I couldn't train for this fight like I wanted to because I had a very bad neck injury. Without a doubt, I was very, very tired for this fight. But I wasn't hurt, you know, and there was only a few minutes left in the fight, and I would have, you know, obviously I was controlling the fight up to there, so I would have won, so...Needless to say, it's kind of disappointing a little bit. I feel happy now because every victory, I'm very happy about it. And now, this time I did it again with knee and a punch. So I think finally I'm learning how to use my technique. With ground technique, Gamesky has much more experience than me. And he's a very good wrestler. So I could not beat him in the ground technique. I have to do standing up.Because stand up is my good point. And on the ground, I only have to fire defense. So maybe it's not, how do you call it? I'm not trying an arm lock or to turn him around because that is not for me. I have to stay out of that and then feel the break and then I can fight.